さて、今日はですね、えっ、ー、と、武道館ライブを立て続けに2回やって確信したことというテーマでお話ししたいと思います。見事にですね、僕にしか話せないような内容となっております。えっと、まあ、ボイシーのリスナーさんだとですね、ご存知の方も多いかと思いますが、僕ですね、この3ヶ月の間に武道館のライブを2回やったんですね。えっと、11月にサーカスっていう学校イベントをやって、で、2月にキングコングの単独、えー、トー、特ライブをやりました。これね、どちらもね、うん、とコロナか真っ只中だったので、 公演自体はですね、オンラインとオフラインのですね、えー、ハイブリッドでお届けしました。で、これやってみた結果ね、えー、まあ内容に関してはですね、もちろんいいものをお届けできたという、まあ手応えはあるんですけれども、えー、今日はその話ではなくてですね、運営面の話ですね。で、これ運営面で言うと、えーと、思ったのは何かというと、コロナのリスクはあるもののね、ものの、えー、時代がですね、ハイブリッド公演を可能にしてくれたおかげで、丁寧に設計すればですね、イベントの予算を 回収しやすくなったっていうのが、えー、率直な感想でございます。まあ、あの、コロナ禍のね、開催となると面倒なことはもう山ほどあるんですけれども、ただね、面倒なことっていうのはもうやればいいだけの話で、大切なのはですね、今後もイベントを続けていけるだけの土台が作れるのかっていうところで、まあ、そこに関してはですね、あのー、もうこのハイブリッドが、えー、可能になったおかげで、格段にですね、難易度が下がった。ただ、あのー、条件はあってですね、これ丁寧にやればっていう条件付きですね。 でねにやればってな、何かっていうと、それはですね、告知に始まりですね、チケットの値段設定や、そしてオフラインチケット、オンラインチケットを販売するタイミング、あるいはですね、販売を終了するタイミングや、そしてイベントのアフターケアなど、そういったものをきちんと考えて、決してね、これは思いつきで進めずにですね、経験に基づいて進める必要があると。で、サーカスもですね、キングコングのライブもですね、これどちらも黒字だったんですけども、 例えばですね、えっ、ー、とそうだな、サーカスで言うと、公、うん、演終了後にしばらくして、前編をですね、YouTube に、えー、アップ。 したんですね。えー、こちらはですね、えっと、主催のオンデンさんの方から、YouTube に全編アップしてもいいっすかみたいなことを聞かれて、えー、と、まあ、ダメですってお返ししたんですけれども、まあ、連絡の行き違いがあったのか、うまく伝わらなくて、結局ね、YouTube に全編を、えー、アップされたんですね。まあ、それはそれでね、あのー、たくさんの方に見ていただけたわけですから、いいんですけれども、これをやっちゃうとですね、次回以降、えー、今回じゃなくて次回以降ね、次回以降は、えー、とね、 オフラインのチケットは格段に売りやすくなるが、えー、オンラインのチケットは、どうせ後で YouTube で無料公開されるし、を理由にですね、格段に売れなくなるので、えっ、ー、と、次回以降のイベントの採算が取れなくなると思います。 で、コロナ禍でね、オンラインチケットが売れないっていうのはかなりいたで,で、まあ、ここはなんかね、あの手を打った方がいいんだろうなと思っています。ただ、えー、それはあくまでこれ次回以降が厳しくなったよねっていうだけの話で、もう一度申し上げますが、えー、今回は2公演とも黒字で着地しました。で、えー、オフラインチケットに関しては、まあ、座席数の上限があるんですけれども、このね、えっ、ー、とサーカスとキングコングの、えー、ライブ、この2公演で違いが出たのは、やっぱりね、オンラインチケットなんですね。 実はサーカスの方も、えっ、ー、と、オフィシャルで上、リリースしていないんですけども、オンラインチケットは1万枚近く売れてるんですね。オンラインチケットが1万枚近く売れたっていうのは、まあ、すごいことなんですけれども、キングコングの方はその、えー、どれぐらいだと、2.5倍ぐらい売れてるんですよオンラインだけで。で、ここで改めて思うのは、えっ、ー、と、オフラインでもその気は、えー、もちろんあるんですけども、オンラインになるとより顕著に出るのは、えー、襟好みがきつくなるっていうことですね。お客さんの襟好みがきつくなる。まあ、要するにですね、 この人も出て、あの人も出て、さらにはあの人も出ますっていうですね、幕の内弁当的なキャスティングと、えっ、ー、と、オンライン配信っていうのは実に相性が悪いと。興味がある人を見たくて、興味がない人は見たくないっていうのがオンラインの道徳感であって、えー、オンラインの住人が望んでいるのは幕の内弁当ではなくて、焼肉弁当なんですね。 もうこの人しか出ないですっていう <laughs>。この人しか出ないライブですって言った <laughs>。そういったものを、えっ、ー、と、オンラインの順には好むと。で、キングコングの武道館ライブはですね、そこをめちゃくちゃ意識して、なので、えっ、ー、と、ゲストを絶対に出さないっていう方法を取りました。そして、それを結構強めに歌いました。で、やっぱりね、これは内容的にもですね、二人でやりたかったし、運営的にもですね、二人の方が美味しかったりするんですね。で、そもそもライブっていうのは、えっ、ー、と、オフラインでもですね、よっぽどうまくやらない限り、幕の内弁当的なキャスティングっていうのは運営的にあまり好ましくないんですね。 いっぱい出したいのであれば、えー、テイストを合わせる必要があると。フェスみたいなのをするのであれば、やっぱテイストを合わせる必要がある。要するにですね、えっ、ー、と、幕の内弁当じゃなくて、えっ、ー、と、お刺身盛り合わせ的な。 <laughs> あの、で、お刺身好きを集める。で、ここもやっぱセンスですね。このあたりはね、誰だろうそうだな、うーん、騎さんとかが上手くて、一見ね、これジャンルは違うけれども、筋が通っているとか、えっ、ー、と、理念が近いっていうですね、えっ、ー、と、バンドさんとかアイドルさんに声をかけていらっしゃいますよね。まあ、これはやっぱね、エンターテイナーとして、そしてオーガナイザーとして天才だと思うし、そしてそれっていうのはね、経験や信用に裏付けされたものであるので、他の人がね、上辺だけ真似ても、やけどして終わるだろうなと思います。で、えー、ちょっとまとめにかかるとですね、オンラインとオフラインのハイブリッド行為が スタンダードになってきましたが、これをですね、うまく転がすにはまだですね、体系化されていない技術が必要で、他の人の講演とかも僕見ててね、いや、それやっちゃダメだよっていうことが結構あるんですね。なので、えっ、ー、と、決定権が自分一人にないイベントの場合とか、 だとですね、別の決定者のですね、理解が追いついてなくて、変な意見が差し込まれて、ごちゃごちゃってなったりするんですよ。いや、それはもうダメなんだってっていうのがあったりするんですよ。で、えっ、ー、と、このラジオをお聞きの方の中にもですね、今後、オフラインとオンラインのハイブリッドのイベントを仕掛ける人がいると思います。で、自分のイベントなのでね、いろいろとやりたいことがあると思いますが、まずはですね、経験者、しかもですね、最近成功した人の言うことを聞くっていうのが大事だと思います。特に、えー、オンラインチケットに関しては打ち出し方一つで大きく明暗が分かれるので、ここは気をつけた方がいいと。昨日ね、ミュージカル・エントのプペルのプロデュー プロデューサーをやっている瀬戸口っていう男に、もう事業の一つとして他のイベントのプロデューサーの仕事も受けたらって言ったんですけども、ああいう人間にお願いするのがいいのかなと思います。